トヨタ86スポーツカートは自動車のカテゴリーの一つであり実用として移動手段や物を輸送することよりもスポーツドライビングを楽しむことに重点を置いて設計開発された自動車のことであり日常の足としてのみならずドライビングを楽しむためにガレージから出す車のことである講義には特定のボディ形状に定まっていないが伝統的には スポーツタイプの二ドアにシーター車がスポーツカーとして語られることが多い。ライトウェイトスポーツはその代表格で主に高速走行時の運動性能に優れている。一方でスポーツカーと呼ぶに足る性能とスタイルを持っていても運動性よりも快適性や乗り心地重視の設計である場合はグランドツアラースポーツカーとしての性能が足らず、 スタイルで雰囲気を演出するに止まる自動車に関しては、スポーティーカー、スペシャリティカーなどと呼ばれ区別されることがある。常用4ドアセダンやほぼ、ハッチバック中心のコンパクトカーでも、実用性より、走行性能を重視していたり、モータースポーツでの使用を前提としたグレードは、スポーツカーに含む場合がある。こうした区別の基準に関して、 明確な決まりは存在せず、基本的には、個人の好みや、自動車メーカーの裁量に委ねられていると言える。そしてそれゆえに、自動車ファンの間でのスポーツカーの定義についての、議論は、絶えることがない。特に排ガス規制や安全基準の厳格化により、開発費が高騰している現代は、多くの売り上げが望めない割に開発費が多くかかる。 伝統的な二ドアのスポーツカーを開発するのが難しくなってきている。そのため、スポーツカーの定義は広がる傾向にあり、専用チューニングしたミニバンやクロスオーバー、SUV なども自動車メーカーやジャーナリストがスポーツカーと呼称したり、まるでスポーツカーのようだなどと形容するケースもある。しかし古い時代の過激なスポーツカーを知る保守的なマニアの中には、 上述のような様々な縛りの中で開発されている現代のスポーツカーは物足りず時代背景と価格設定を考えれば十分スポーツカー足りえそうな性能の二ドアクーペでもこれはスポーティーカーであってスポーツカーではないと批判するものは後を絶たないより極端に定義を広げた意見になると軽トラックでさえモータースポーツに用いられるのだから スポーツカーだと思えば、何でも、スポーツカーだ、逆に狭めた意見だと、あらゆる実用性を排して徹底的にタイムを追求したクーペだけしか、スポーツカーとは呼ばないとするものもある。一応、スポーツカーは、乗用車の終わるところで始まり、レーシングカーの始まるところで終わるという一見、それらしい格言もあるが、この場合の、乗用車とは、 何なのかに関しては議論の余地がある。日本独自の企画である軽自動車は、日本の車種別統計では、スポーツカーやミニバンなどすべての軽自動車企画の、自動車は軽自動車に分類する場合があり、走行性能を重視した、ホンダ S660、鈴木アルトワークス、同アルトターボ RS、ダイハツコペン等は、スポーツカーではなく、 軽自動車に分類される場合がある。オフロードのスポーツドライビング向けに開発された、ラダーフレーム構造プラス4輪駆動の車種は、スポーツカーではなく、クロスカントリー車のくくりに入る。また SUV の正式名称は、スポーツユーティリティビヒクルであるが、この場合は、ハンティングやアウトドアアクティビティなどのスポーツを快適に行うための車であり、 スポーツドライビングを行うスポーツカーとは区別されている。スポーツカーは自動車のカテゴリー中最も古いものの一つである。1913年のイスパのスイザ 3.5L 車は世界で初めてスポーツカーと呼ばれた車とされる。同時期のスポーツカーとしてブガッティタイプ13やボックスホールプリンスヘンリーがある。 自動車競技の創成期には競技用車両のことをスポーツカーと呼ぶことがあったが実際はレース専用車もスポーツカーも明確な区分けがまだなされていない状況にあったこの頃のレーシングモデルのほとんどは屋根がなくまたボディからタイヤが飛び出しているオープンホイールと呼ばれるデザインであったが後にタイヤをボディと一体のフェンダーでカバーする形式が登場する オープンホイールタイプのレースカテゴリはグランプリをはじめとしてすでに確立されておりこれらと区別する目的でオープンホイール以外の競技車両をスポーツカーと呼び始めた当初は自動車競技そのものが行動で行われることが多くその後各地に専用サーキットが建設されて以降も競技用車両がサーキットまで一般行動を自走してそのまま競技に 参加することが普通に行われていたので、スポーツカーと競技車両の区別は必要なかった。その後、自動車の高性能、高速化により、自動車競技の高度化と一般車を対象とした保安基準の厳格化が進み、競技用車両と一般車の構造の乖離が大きくなっていった。次第に競技用車両の方は、レーシングカー、レースカー、レーサーなどと呼んで区別するようになる。 競技車両との差が明確になるにつれ、競技車両への応用を前提とした量産車を、スポーツカーと称するように変化していったが、さらに時代が下がり、レーシングカーの特殊化が進むにつれ、スポーツカーとレーシングカーの共通点は少なく、なっていった。これら経緯から、モータースポーツにおける、スポーツカーとは、レース用に製造されるに座席車両を指し、 一般的にスポーツカーとされる、行動運用を目的としたに座席乗用車は、モータースポーツにおいては、グランドツーリングカーとされる。フェラーリ BB など多くのフェラーリ乗用車が GT を名乗るのはこのためである。またそれに対し、フェラーリ車で、スポーツカーを意味する S を名乗る 125S、159S、512S などは、 スポーツカーレース用に製造された競技用車である。モータースポーツにおけるスポーツカーの定義についてはスポーツカーを参照。現在は運動性能を重視した車のうちスポーツカーは行動で走ることを主な目的として設計されている車。レーシングカーはサーキットで行われる自動車競技で使われる車を指す。第二次大戦後の日本では オート三輪やトラックといった実用的な車をメインに作られていたが、高度経済成長期の1960年代になると消費者にも指向性が生まれ始め、国産メーカーは本格的なスポーツカーと言われるような、ホンダ S500、トヨタスポーツ800、トヨタ 2000GT、初代マツダコスモスポーツや日産、フェアレディ ZS30 型、三菱、 ギャラン GTO などを登場させ始めた。1970年代に入ると、多くのメーカーで、スポーツカーの開発、製造が、盛んになり、1980年代には有名な、モデルとしては、日産、スカイライン、日産、シルビア、マツダ RX-7、トヨタセリカ、三菱、スタリオン等々が製造、販売され、 当時の若者が好んで購入する車となった。それらはバブル景気が崩壊する1992年頃までは人気車種の一つであった。ところが、日本ではバブル景気崩壊後の景気の冷え込みや、京都議定書などを筆頭にした環境意識の変化により、トヨタスープラ、日産、スカイライン GT-R、マツダ RX-7 など趣味性重視の2。 ドアクペスタイルに属するモデルは売り上げ面では回に転落。また、平成12年度排気ガス規制をきっかけに、スポーツカーは厳しい環境に追いやられることとなった。そのうち、ホンダ NSX のようにマイナーチェンジを通じて、時の排出ガス規制をクリアした車種もあったが、全体で見れば少数派であった。 このうちトヨタはこれを理由に2002年8月の A80 型スープラの販売終了から2012年4月の ZN6 型86の販売開始までの約10年間スポーツカー事業から一時撤退の道を選び三菱はランサーエボリューション以外のスポーツカーを同様の理由で廃止した他の自動車も大幅な縮小や環境対策を 余儀なくされた。スポーツカーの系譜は完全に消滅こそしなかったものの、販売面ではセダン以上に礼遇され、2020年代現在の今日ではセダン以上の死に筋扱いのカテゴリーとされ、スポーツカーにとって不遇の時代を迎えることとなった。根本的な問題として若者の車離れがあるとされているが、 その、若者の車離れという概念自体も万人が納得できるものは確立されていない。そのため、以下の内容は、スポーツカー特有の問題ではなく、若者の車離れに関する調査で判明した内容と重複する箇所もある。実際、現代の若年層にあたる人々に、未来の車についてのイメージを調査したところ、車内でダンスや雑談をするといった。 車を、マシンではなく、スペースとして考える意見が多く、価値観の変化が伺える結果となった。そのため、販売する、メーカー側は、売れない分野にあたるスポーツカーの開発は敬遠され、確実かつ安定的に売れる SUV やミニバン、軽自動車、コンパクトカーの開発に集中する傾向となった。若者の車離れは、 自動車メーカーが手頃なスポーツカーを作らないせいだという主張がされることがあるが実際は因果関係が逆でスポーツカーを作っても若者が積極的に買わないという状況であり購入層別で見ても財力に乏しい若者より財力に比較的余裕のある高齢者の方がスポーツカーを進んで買っているという車種も少なくないそのため若者が スポーツカーよりミニバンや軽自動車を好むようになっただけだというのが正しいとも言える。2000年代前半にもスポーツカーに属する車は開発されていたものの、かつてほど売り上げに貢献する車種ではなく、ラインナップはごく限られたものになっていった。それに関連して、スポーツセダンやスポーツワゴン、ホットハッチとしてマイナーチェンジや、 再投入して、スポーツカーの存在をアピールした車種もあったが、効果は、限定的で売り上げのデコ入れにはつながらなかった。トヨタに至っては、MRS の販売台数が、年間1000台程度に落ち込んだことから、ラインナップからクーペが消滅する事態に陥った。また新たなクーペ系スポーツカーの登場が少なかった、ため、市場においては、 クーペの激減と FF 化の波を背景として、スポーティーカーや、ファミリーカーの域である、マーク2三兄弟やローレル、セフィーロといった FR セダンがその蘇生の良さと、流通数の多さから、チューニングカーのベースとなるケースが増えた。だが、小裸高に叫ばれる若者の車離れや、スポーツカーなどのフラッグシップクーペ不在という状況を、各メーカーは、 見逃すことはできず、00年代以降から、再び、スポーツカーに手こ入れをするようになった。特に、モータースポーツで複数の世界選手権を掛け持ちする、トヨタが、積極的で、自らもレースに参戦する車好きで知られる、トヨタ秋尾社長のもとにスポーツカー振興を、積極的に行っており、スーパーカーのルファを開発したほか、2009年に、スポーツグレードの、 ジーズとコンプリートモデルの GRMN を立ち上げた。2017年にはスポーツカーブランドのグレーンを立ち上げ、ビッツ GRMN のようなホットハッチを中心にチューニングカーを多数ラインナップしたほか、ハイパーカーの開発も示唆している。また2012年には富士重工業との共同開発によるライトウェイトスポーツカーのトヨタ86と、 スバル BRZ を、さらに2019年には、BMW との協業で、グレーンスープラ、ダイハツコペンをグレーンがチューニングした、コペングレーンスポーツも発売し、いずれも、他社製造ではあるがラインナップにスポーツカーの3、兄弟を揃えた。さらに2020年には、完全自社製となる、グレーンイアリスも発売し、約10年をかけて1台も、 スポーツカーを作らないブランドから、最も、スポーツカーを作る国内ブランドへと変貌した。ホンダも一時は、スポーツカーを生産していない期間もあったが、2010年代から、定期的にスポーツカーを国内市場に投入している。海外先売となっていたシビックのタイプ R を、国内発売したほか、他社に先駆けて、ライトウェイトハイブリッドクーペの CRZ を開発。 さらに20代の若者が開発主査を務めた軽クーペの S660 新型ハイブリッドスーパーカーの NSX などを次々に誕生させている。鈴木は8代目となるアルトを発売後、追加モデルとしてホットハッチモデルターボ RS とワークスを発売し、5代目アルトの生産終了以降途絶えていた軽ホットハッチを復活させた。 日産も新型 GT-R を登場させて、世界的に高い評価を得たほか、フェアレディも存続。さらにオーテックを2017年に、チューニングカーブランドとして発展させた。その他マツダはロードスター、スバルは WRX、ダイハツはコペンを存続させている。唯一、三菱は、ランサーエボリューションを、生産終了させてこの分野から完全に撤退した。 ハイブリッドのコンパクトカーを専用チューニングしたアクアジーズが年間1万台以上を売り上げたことからもわかるように2000年以降のスポーツカーは走行性能だけではなく低燃費実用性が求められるようになってきているそのため GT-R86BRZ NSX CRZ のようにクーペでも2プラス2シーターや ハイブリッドシステム搭載者が増えている。2020年頃には自動車メーカーのブランド力向上の一環、今後環境規制による電動化により純粋な内燃機関のスポーツカーの製造が困難となることを危惧して2019年のトヨタグレーンスープラや2020年のトヨタグレーンヤリス、2021年のトヨタグレーン86スバル BRZ や スバル WRXS4、日産、フェアレディ Z、2 0 2 2発売予定のホンダシビック、タイパーなどが登場しており、全体的な販売比率が少ないのは変わっていない。ものの、以前に比べて、スポーツカーの動向は、無視できないものになっている。ポルシェ911。リアに水平対抗エンジンを搭載するクーペ。ロータス7フェラーリ乗用車で、S を名乗るのは、 GTB と GTS の関係のように、ベルリネッタの B に対するスパイダーの意味で用いられている。厳密に言えば、ニシーターの二ドアクーペの車種。日産では二ドアクーペのフェアレディ Z ハイエンドスポーツカー扱いされる、セダンにあたる三菱、ランサーエボリューションや、インプレッサ WRXST などは、 モデルチェンジして生産が続けられ、マツダは4ドア仕様のマツダ RX-8 を後継者種として生産した。計算がややこしくなることや名称が多少変更されているため、出店先グーネット掲載情報の最低価格で統一する。日産 GT-R カタログスペック情報、モデルグレード比較2019年11月15日、閲覧。 日本の自動車税は、廃棄量が大きければ大きいほど税率が高くなる、仕組みとなっている。スバルインプレッサは、2代目までは、セダンやクーペが主体であったが、3代目からは、ハッチバックが主体となったのが一例である小さめの、補助的な後部座席を備える、2プラス2シーターもここでは、含む日本大百科全書の解説パーク24、による統計オートモバイルズ。 オブザワールド ISBN0 から 67122485QP235HzGAZOO.com1912 年イスパノスイザー 15T 中 GAZOO.com ではイスパノイコールスイ 15T の1912年のアルフォンソ13モデルが世界初のスポーツカーとして開設されている。これは3.5リットルとは別物。 ダイハツコペンカタログスペック情報、モデルグレード比較2019年11月15日閲覧、自動車ライターが、ズバッと解説。3分でわかる自動車最新トレンド復活傾向の、スポーツカーに時代が求める車の姿はない車離れは嘘若者を中心に、日本人が新車を買わなくなったわけ、トヨタ、アクアの人気が全く衰えない。 理由発売4年目でも販売トップをひた走る。ありがとうございます。